どうもこんにちは、ライラと申します。今回から2021年5月に発売予定の探偵撲滅、こちらの作品を遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。日本一ソフトウェアさんの作品ですね。体験版です。登場人物が全員探偵、連続殺人鬼と対決する探偵シミュレーションアドベンチャーということで、この時点でめちゃめちゃ面白そうですよね。どうやらですね、第1章が丸々と遊べるとのことなので、遊んでいこうかなと思います。音楽めちゃめちゃいいね。いきましょうか。全国的に晴れ間が見えない梅雨の某日、ゲームの新作発表の途中でそのライブは突如始まった。番組の途中ですが、簡単なアンケートを行います。左の新卒くんと右の引きこもりくん、あなたはどちらが嫌いでした？もう早速選べるんだ。左の新卒くん、右の引きこもりくん。この時点だと何とも言えないよね。まあ上で行ってみようか。どう変わるんだろう。ありがとうございます。嫌われ者の哀れな新卒君には今すぐ直ちに即刻消えてもらいましょう。わあ、めちゃめちゃ責任重大な選択肢だったやつだ。八千崎人形の剣速攻です。うわあ、いきなりぶっ飛ばしてんね。エンターテイメン。ある優勝者の翔くん、あれ優勝者の皆様、ボタン一つで嫌いなやつの体がやつらくになった気分はどうかな。すっきりしたわね。しなしなしい心地だよね。自分の価値観に合わない奴は排除するのが一番さ。多数決ってシステムは本当に素晴らしいよね。考えた人は天才だよ。間違いなく天才的なスタイリストだ。一部の反対意見を踏み潰すのにこれほど優れたシステムはないもの。ぐちゃぐちゃに踏みにじって少数派の体液で湿った道を踏み固めれば盤石安泰大安心。きっと少数派のことなんてありと程度にも思ってない多数派の偉い人が作ったんだろうね。すんな、尊敬しちゃうな。感動的な冷酷者だね。なんてね、ジョークだよ。イッツジョーク。独善的な主張を展開して SNS で炎上するなんて怖いものね。おっと、いけないいけない。自己紹介がまだだったよ。ごめんごめん。私、いや、我が輩だったかな。僕でもいいんだが、まあ我が輩でいこう。我が輩の名前は八千崎コウ。君たちの世界を面白くするエンターテイナーだ。今この時より私はこの国の皆さんへ脳実直撃のエンターテイナーを提供していくので、ぜひ腹がはち切れるまで楽しんでもらいたい。我が輩のエンタメに意味があるなら我が輩の正体を特定してみればいいさ。多様性があってこそのエンタメだからね。悲劇的で野生的な殺戮のエンタメと、悲劇的で文化的な正義のエンタメで競い合おう。おお、今の視聴者数はおよそ5000人か。では今宵の最後のエンタメとして、我が輩から君たちに一つ問いかけよう。何でしょうか。
男は中学時代にひどいいじめを受けて以来10年間引きこもり生活を続けてきた。女で一つで育ててくれた母への恩もどこへやら、毎日怒鳴る殴るの繰り返し、ついには母は病気で倒れ、その異常にも気づけなかった彼のせいで帰らぬ人となった。君たちの第一印象が生存へと導いたのはこういう人物なんだよ。この辺もしかしたら選択肢によってちょっと言葉が変わったりしたのかな。今一度質問だ。君たちは彼が好きかい？過半数以上の視聴者が彼を好きだというのなら逮捕しようじゃないか。でここでも選べるんだ、好きか嫌いか。あでも上に入れようかな。好きだと言ってくれた人は500人にも満たなかったね。悲しいよ、なんて残酷な悲劇だろう。本当に悲しくて胸が引き裂かれそうだ。しかし八つ咲公は腕を振り下ろすようにして指を一度鳴らした。だからこっそり俺は笑っていた。我が輩は漫然とエンタメを消費する奴らの敵で、エンタメとして消費される君たちの味方だ。さあここからは君たちの楽しみだ。もうめちゃめちゃ飛ばしてるじゃないですか。まだなんかオープニングみたいなところに当たりますよねきっと。ここで映像は途切れた。わずか4分52秒、動画サイトの運営も対応が追いつかないテロ的配信。5分弱のこの映像は瞬く間に世界中の動画サイトに転載され、若者を中心とした多くの人たちの目に触れている。さらに事態は動画だけにとどまらない。配信中に殺された被害者たちの遺体は当然のこと、同じ殺され方をした犠牲者が連日見つかったんだ。共通点は犠牲者は必ず同時に2人以上で発見され、犠牲者のスマホの待ち受けが必ず八つ咲公のシンボルに変更されていること。八つ咲公事件と称された一連の殺人事件に対して警察は総力を挙げて捜査したものの、手がかりは一向に見つからない。二人、また二人と殺されていき、最初の配信日から半年が経った頃には犠牲者の数は100人を突破。その残虐性と膨大な犠牲者の数により、社会全体に混乱が広がり始めていた。何が、八つ咲公だ、エンターテイナーだ。あんなの、ただの殺人症じゃないか。八つ咲公についてのニュース記事が表示された自分のスマホを握りしめ、思わず言葉を漏らしてしまった。八つ咲公事件の影響は身近でも確認できる。八つ咲公を恐れ夜間に外出する人の数が目に見えて減り、街の店々の営業時間も短縮された。さらに一部の若者の間ではカリスマ的な人気が生まれ、信者による犯行の模倣まで行われてるらしい。警察では手に負えないということで、僕も所属するような個人の探偵事務所にも依頼が殺到。噂では国外の連邦捜査局まで動いている話だ。過去の大事件の影響で高まっていた探偵需要は八つ咲公事件をきっかけとしてさらに高まり、一部のマスコミには探偵ブームと囃し立てている。探偵が食いっぱぐれるくらい平和な社会がちょうどいいって本庄寺先生が言っていたけれど、その通りなのかな。
物陰で大将が動くのを待ちながら先生の言葉を思い返してため息をつく。多分この子が主人公に当たるのかな。どうなんだろうね。僕の所属する群青寺探偵事務所ははっきり言って業界でも弱小の部類だ。普段は閑古鳥が鳴くそんな事務所さえ今は大忙し。学生アルバイトの僕まで学校が終わればすぐに駆り出されるんだから深刻な事態だと思う。理想の社会に探偵は不要か。自分で言っていて悲しくなる。探偵を志す身としては少々心に来る必要だった。なあ、いけないいけない。お目目バッチリ。一人でいると余計なことばかり考えてしまうのは僕の悪い癖。ちゃんと仕事に集中しよう。そこでようやく追跡中の大将が動き出した。この方ですか。路地の途中で足を止めていたトレンチコートの男が再び歩き出した。声が届かない距離まで離れたのを確認し、先生の指示通りスマホで報告を行う。もしもし、こちらはと。大将が動き出しました。群青寺先生の推理通り例の路地を進んでいきます。ワトっていうんだ、ワトさん。罠を警戒しながら追跡を続けます。足音を立てないよう慎重に男の後を追う。相手は連続ペット殺傷事件の犯人かもしれない男。先生の話では凶器も隠し持ってるらしい。怖いね。決してこちらの気配を引き取られてはダメだ。私は早速すぎませんか。ちょっとそれはびっくりするわ。男がいつの間にかすぐ眼前まで迫っていて思わず後ろに飛びのいた。追跡がバレていた。この暗闇の中声も届かない距離だったのに。やべえな。用なんて何もありませんよ。塾に遅刻しそうなので失礼しますね。まあそうなるわな。横を通り過ぎようとしたが道を塞がれた。私と足並みを揃えて立ち止まっていたら遅刻もするだろう。なんだろうね、なんかだいぶ前から気づいていそうな感じだね。表情に出過ぎだな。原点一、別にそれほど驚くことじゃない。こんな何もない場所で立ち止まるのは誰かを追跡しているものか、後ろの足音の正体を探るためにわざと足を止めるものだけだ。まあまさに我々二人といった感じですかね。この路地で立ち止まったこと自体罠だったのか。全く気づけなかった自分の未熟さが嫌になる。これ以上言い逃れはできそうなかった。記憶にない顔だが何者だ。足音を消しきれない半端な追跡からしてまさか警察や探偵ではないだろうが。探偵ではないだろう。カッと頭に血が昇る。僕はこれまで必死に探偵を目指して努力してきたんだ。その言葉だけはどんな罵倒よりも聞き過ごせない。バカにするな。僕は群青寺探偵事務所の助手北条和人だ。あんたがこの近辺を調べ回っていることもナイフを所持していることも確認済みだよ。あんたには動物虐待の容疑もかかっている。おとなしく警察まで同行してもらおうか。少しでも相手が萎縮するよう精一杯語気を強めたにもかかわらず、トレンチコートの男は特に動じる様子もなく呆れたようにため息を一つついた。本当に名乗るな。原点三だな。ごめん、俺もそれは。ああ、名乗っちゃうんだって思ってしまった。ドラマの世界ではないんだぞ。現実の探偵は身の上を一くするものだ。さてはお前さん、探偵ドラマ好きでな。逆に推理されてないか。言い当てられてしまった。悔しいでしょうね。アニメやドラマだとこういう時になるし、
かっこよく決まるものだけど、確かに探偵が身の上を犯すなんてあまりにも危険だ。次から気をつけよう。ですね。それで、その探偵助手君がたった一人で、この私を連行できるつもりか？凶器を手にしているだろう大人の男を相手に。男が懐に手を入れ、身構えた。明らかに凶器を手にしている。これまでにも刃物とやり合った経験はあるけれど、それでもそう受け出す思いがした。心臓が弾け飛びそうなほど高鳴り出す。足が震え、全身がすくみ、立っているのもやっとだ。僕だって自分が未熟なことは分かってるさ。だからもう助けは呼んである。あとは先生が来るまで時間を稼ぐだけだ。稼げると思うのか？お前のような探偵気取りの小僧に。稼ぐさ。稼がなきゃダメなんだよ。あんたが傷つけたペットのうちの一人は僕のクラスメートの家族だった。彼女はあんたがうろつき回る影響で今も怯え続けてる。僕には探偵としてあんたを止める義務があるんだ。彼女の日常を守るために引くわけにはいかない。学ランを脱ぎ、左の手首に巻きつけて、ナイフ対策となる即席のグローブを作った。さらに着手にはメリケンのように握った手錠。僕の知り得る最大の刃物対策を講じた上で男と睨み合う。男はこちらの様子を伺うばかりで動く気配を見せない。これでいい。手錠を武器とした護身術なんて初めてのはず。警戒して当然だ。群青寺先生から学んだこの護身術の長所は初見ではまず見切れないことだ。僕の目的は少しでも長く時間を稼ぐこと。この硬直状態のまま時間を稼ぐ。それがベスト。戦流逮捕術か。珍しい格闘術を身につけているな、坊主。あら、なんかお見通しな感じがしてきましたね。思わず絶句した。まさかこの護身術を知ってるなんて。頭が真っ白になり、言葉を返せずに硬直してしまう。これは結構まずいんじゃないか。敵前で固まるな、原点5。いくら珍しい格闘術といえど、この世界に長らく身を置く者には通じないと思った方がいい。だがまあ、並の犯罪者相手なら通用したことは事実。自分の無力さを理解した上で最善の対策を講じたことは認めよう。その探偵としての光る資質、10点をやるぞ少年。リーダーがお前さんを押すのもうなずけるな。男が急に構えを解いて親しげに話しかけてきた。何のつもりだ、罠か。警戒する僕を尻目に男は言葉を続ける。勘違いさせてすまないな。私は動物虐待の犯人ではない。本当の犯人は被害者の隣の家の息子で、すでに私の手で警察へ突き出したよ。浪人のストレスから逃れるように八つ崎港に浸水して犯行に及んだらしい。人間を八つ崎にする勇気がないからと動物に手をかけるとは呆れたものだ。あなたは一体探偵さんとかですかね。男は僕の問いかけを受けると、懐からスマートフォン上の機械を取り出した。その画面には見覚えのあるシンボルと探偵同盟という文字が書かれている。探偵同盟、探偵同盟。思わず声を上げてしまった。なぜならそれは僕の憧れの組織の名前だからだ。マジか。そう、私は国内で唯一の国家公認の探偵組織、探偵同盟の一員だ。お前さんも探偵を志す身なら聞き覚えがあるだろう。もちろん。
実績のある100人の探偵で構成され、捜査依頼を受けた事件の内容に応じて最も適切な探偵を派遣する謎の組織。その事件解決率は 100%。 メンバーは自らの特徴に準じた探偵ネームを名乗って素性を隠していて謎の組織のことにやたらと詳しいじゃないか、探偵オタク。冷静になった途端に顔が熱くなる。テンションが上がりすぎて早口になってしまった、まあ、あるあるですね。群青寺先生から話を聞かされた時から、探偵同盟は僕にとってずっと憧れの的だったんだ。あなたが持っているそれって探偵デバイス、探偵同盟の証ですよね。あなたも探偵なんですか？よく知っているな。その通りだよ。私は老子探偵。老子探偵。探偵同盟の古株で、今はスカウトや補助を主に担当している。ねえ、でも、マト君、スカウトしてもらおうよ。まあ、推理力は、まだまだ若い探偵には負けんがな。今回の動物殺傷事件などは、少々骨がなさすぎたくらいだよ。得意げに語る老子探偵さんの表情は口から出まかせではない。過去の実績に支えられた確かな自信を感じさせた。探偵同盟の一員を名乗るのに十分なほどまとう空気感が波ではない。謎の組織だと言われつつも、探偵同盟は最近の探偵ブームの影響により日に日にその知名度を上げつつある。ブームって言ってましたもんね。今もニュースでは探偵同盟のメンバーが解決した事件の話題で連日にぎわっている。八津崎港事件の混乱に乗じたテロ行為も、探偵同盟がわずかな証拠を手がかりに暴き未然に防いだ話は有名だ。それはすげえな。僕が探偵事務所でアルバイトをしてるのも、いつか探偵同盟の一員になるべく実績を積み重ねたいがため。探偵同盟は探偵なら誰しもが憧れる、まさに正義の探偵の象徴的存在だった。無礼な発言ばかりして本当にすみません、老子探偵さん。ちょっと視点が下がった。勝手な勘違いばかりして怒ってるね。犯人呼ばわりまでしてしまって。よしてくれ。誤解を招いたのはこちらだ。それからさん付けも結構だぞ。我らの業界では探偵は継承に等しいのでな。なるほど、なんか魚くんさんみたいな感じですかね。その穏やかさが逆に大物感を醸し出していて、僕はさらに恐縮してしまう。そんな僕を見かねてか、老子探偵は言葉を続けた。担当直入に目的を言うと、私はお前をスカウトへ来た。おお、すげえ。お前には我々の本拠地で開催予定の八津崎港事件への対策会議に出席してもらいたい。はい。言っている意味がうまく飲み込めず、気の抜けた返事が口から出た。確かにね、今本当にもう一度言うぞ。そんな感じの探偵同盟の一員として、ね、八津崎港事件の捜査に協力してほしいと言っているんだ。自分でも驚くほど変な声が出た。現実の出来事とは思えず頬をつねった。痛い現実だ。では先生が仕組んだ冗談の類だろうか。周囲を見渡して先生の姿を探す。いない。少なくとも先生の仕業ではなそうだ。つまりガチですか。ガチガチのガチですか。悪化する一方の八津崎港事件を止めるよう国から直々にお達しを受けたんだよ。同盟でもえりすぐりの探偵たちが一堂に会し、本部で八津崎港の正体を推理することとなる。今世紀最悪の殺人鬼といえど一巻の終わりだ。まだ頭がぼんやりしてる。だけどもし本当なら夢みたいだ。もうこれ以上のチャンスあるのってぐらいのでかいものですよね。マト君からしたら学べることも多いだろう。先輩の探偵たちとだってたくさん知り合えるはずだ。僕の志す理想の探偵、10年前に目の前で起きた悲劇を防げるような、
本物の探偵に近づくことができるかもしれない。聞きたいことは山積みだろうが、まずはお前さん自身の意思を聞きたい。お前さんは探偵として八つ崎港対策会議に出席するか、イエスかノーで答えてくれ。迷うわけがない。自分の意思をはっきりと口出す。イエスはイエスですね。こういうとこでノー選んだらねえ、なんかバッドエンドみたいなさ、ある意味ノーマルエンドみたいな感じかもしれないけど、あるのかなって思ったら、もうイエスはイエスでしたね。イエス。答えようとした次の瞬間、老子探偵の腕が僕の首に巻きつき、万力みたいに締め上げ始めた。喉を締め上げられて呼吸できない。両腕をがむしゃらに振るうものの空を切る。いくら足をバタつかせても虚しく地面を叩くばかり。さらに首筋へチクリと細い針を刺される感触がした。なんだなんだ。液状の何かが首から体内に入り込む。全身から血の気が引き、手足がしびれ、力が入らなくなる。まるで氷水がじわじわと全身を巡ってるみたいだ。視界がぼやけ、立っていることすらできなくなり、自分を締め上げる男へともたれかかった。そして夜空から星々が一掃されたみたいに、目の前が真っ暗になった。尋ねておいて悪いが、拒否権はない。まあ確かにイエスとイエスでしたもんね。お前さんには参加する義務があるんだよ、この探偵撲滅プロジェクトにな。なるほど、どう転んでもこう進む感じだったんだね。じゃあご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。